唾液がやばい。みなさんこんにちは、こんばんは。四条美佐子と伊達あずみです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、台湾編終わりました。終わった。帰ってきてからも、うん、まだちょっと台湾を楽しみたいとね、うん、お土産、これなんかお土産って悩むじゃん。実はあの4泊5日のロケ行ったのが6月なんですけど、うん、その後社員旅行で、そう、そう9月にめっちゃ行ってるよね、台湾ね。そう、もうね、好きなの、台湾で。で、今回はですね、そのさっき言ったように、私も6月行った時は実はあんまりお土産買えなくて、トランクいっぱいにね、あの返礼品、返礼品じゃないんだけどふるさと納税か違うんです、あのクラウドファンディングのこの皆さんにお届けするあのお土産とかがあって、それでパンパンだったんですけど、この間この9月に行って、その時に自分用に買ってきたお土産があるんで、今後ね買いたいなと思った時にお土産の参考できるような感じになればいいなと思って、この私が買ってきたものを今回紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、はい、いきます。はい、私が苦労しいほど好きなラーメンがあるって、しかも作り方まで紹介して、その一個ほとんどこのラーメンについてだけ喋るっていう。麺類が結構有名だったりするんで、麺類がちょっと多めですかね。で、調味料があったりとか、菓子とか、私が好きなオーガニック系のパックとかハンドクリームとか。この試食のために朝も昼も抜いとるからお腹が空いたんじゃん。食べていい？うん、食べていい。何がいい？何がいい？このキキっていうのが、これもともとキキっていうお店があって、うん、でそこの袋麺みたいな感じで、これはもうかなり人気があるお店なんですよ。どうしたの？食べたいの、うん、あ、そうなのちょっとあの顔面でアピールせずに食べていただいていいですかね食べたい、まあ、パッケージも書いてないですか？持ち開けちゃってるんですけど、うん、そう、これ開けると中がこういう風な袋麺になってて、まあ、ちょっとほらこういうちょっと半透明になってるんですよね。え、かわいいね。これ同じとこのやつで味が違うやつ。あ、味が違うの。そうです。こっちが乾麺で、ね、乾麺は乾麺なんだけど、こっちはごま、ごまですね。へー。で、こっちは、ネギ、ネギ油みたいな感じですかね。はい、作り方もじゃあ一緒に、見ていきたいと思います。はい、では早速作っていきたいと思います。こっちから作っていきますかね。で、作り方はですね、もちろん台湾語で書かれているので全くわかんないっす。はい、こんな感じ。まあ、パッションでね、やっていきたいと思いますよ。多分だけど、湯が沸いてるから、湯が沸いてるとこに麺を入れます、混ぜます、水切ります、タレと和えますですね。あ、普通の乾麺でるんですよね。めっちゃ綺麗な感じね。最初生麺だと思ったんだ。乾麺なんだ。そう、乾麺なんですよ。買っていい？いいよ。あ、ほんとだ、乾麺だ。乾麺、うん、じゃあここにこいつをバッと入れて、はい、あ、5分って書いてる。あー、ちゃんとあれだ、図になってるじゃん。そう、図になってて分かりやすい、かつ、うん、その今見て右側に5分っていう文字が 見て取れるから。どこ？あ、ほんとだ、3から5分。ああ、先輩は家でラーメンとか作ったやつ作ります。先輩って主食何食ってんの？主食酒。鮭？酒。あ、酒？うん。アルコールってこと？そう。あ、そう。びっくりして今。鮭って言ったから、クマかなと思って。酒。主食だよ。え？主に食べるって感じ。主食だよ。主に食べる酒。飲み物だっすかよ。おめえ、日本語わかんねえな。うん、もうすでに麺茹でてるだけなんだけど、これタレ、これなんだろうな、油となんかタパータパー、結構量入ってる。あ、めっちゃいい匂いする。あ、すごい。え、なんだろう。あ、なんだろう、なんか日本の醤油とかああいう感じじゃない。なんかね、香ばしいネギの香ばしいネギみたいな匂いがしますね、う
先輩は部屋綺麗になったんでしょ？なった。部屋綺麗になってどう？自炊とかできるようになった？自炊？うん。あ、してるしてる。主食酒で合わせる副作用なの。一番好きなつまみは豆腐納豆なので。豆腐納豆。うん。豆腐の上に納豆を置くの。もうそれ料理じゃねえな。チャーハン。ご飯をね炊きまして。うん。ご飯炊ける環境になったの。そうなの。めっちゃ偉いじゃん。めっちゃ偉いじゃん。ご飯を炊いて、こうしばらくしたらちょっとさ傷んでくるっていうかさ、うん、なってくるじゃん、うん、保温しといたら。そうね、すぐ冷凍した方がいいね。うん、そうね、うん。そのちょっと硬くなったやつを普通に食べるとあれなんで、うん、チャーハンを作ったんですよ。なるほど。そう、うん、うまかったです。それはよかった。そう、じゃあ主食酒副菜チャーハンってことでやってるね。デブメニュー。デブメニュー、ね、もう今4分ぐらい経ったかな。ちょっと麺味見してみますね。うん。ああ、もうちょっとかな。やっぱりね、うん、3分はちょっと短いかも。硬めが好きな人は3分とかなのかな。そうね、でも結構芯ある。今でもほら、世の中にはさ、うん、針金っていうさ、うん、茹で方があるじゃろ。粉落としみたいなね。あ、そう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 、そういうことでしょ。ね、食べ方ね。そういうことでしょ、きっと。そういうことなのかな。分かんない。針金だったら芯あるじゃん。あるね、うん。はい、じゃあ止めまーす。はーい。じゃあこれそのまま。あ、お湯別に沸かすんだね。うん。あ、そうなんだ。お湯別に沸かす。これ混ぜ麺ですよ。あ、失礼しました。ラーメンだと思ってたからさ、あれ、ね、と思って。今日あるものは、ラーメンってものは一品もないね。あ、そうなんだ。うん。なんか、買ってないね、言われてみると。へー。私はなんか人気あるやつ調べて、うん。はい、いただきました。イエーす。はい、じゃあこのまま入れていきます。はい、はい、ザザーン、ザーバー、ビビ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 ビ、おいしょと。はい、できました。はい、でこれを混ぜるんだろうね。うん、よいしょ。あー、もうよいしょ、もうやばいじゃん。あ、いい匂いしてる。できました。できた。あれだね、なんか台湾のやつ、日本のやつだとさ、うん、これに火薬とかついてくるやん。ああ、確かに。そう、ザ・麺。ザ・麺だね。じゃあ食べてみましょうか。うん、はい、よいしょ。お腹すいたね。もうさっきからお腹ぐるぐるいってんのよ。ちょっと待って、麺長いわ、めちゃくちゃ。ほら、めっちゃ長くない？もうね、映ってない。本当に長すぎて、ほら、うん、めっちゃ長いよね、一歩一歩が。ほら、ほーれ、あー、あー、そうです。はい、本当だ、超長い。めっちゃ長いよね。うん、すごい。なんかね、麺の感じはね、四角いんですよ。わかんないかもしれない。なんか四角い。いただきまーす。いただきまーす。よいしょ。うん、めっちゃ美味しい。唾液がやばい。え、いただきます。いただきます。食べない。うん、うまっ。めっちゃ美味しいね。うん、なんかこれ、なんかネギ油麺みたいな名前なんですよ、確か。うん、あ、その名の通り、めちゃくちゃこのネギの油が、うん、旨味がすごいね、うん、なんか日本であんま食べられない味するね、うんうん、これがね、こうお土産の袋麺で調べたら、まあ、ほとんど一番ぐらいに出てくるやつなんだよね。麺はね、もちもちでね、うん、太くてね、すごく美味しい。なんかすごいツルツルしてる、うん、麺の感じも、うん、ツルツルしてるのにすごい味がよく絡むから、うん、え、素晴らしくない？ね、めっちゃうまいよね。これは美味しいですね。これ美味しい。これもし具合わせるとしたらどういうのが美味しいんだろうね。ちなみに醤油っぽいです、味は。うん、何だろうな、うん、結構ここにこう味がしっかりついているから、うんうんうん、サラダ、サラダ菜と、うん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 、ローストビーフ乗せてみたいな。あー、めっちゃいい、うん、女子にめっちゃウケそう。いいね、ローストビーフ、うん、うまいよね。うん、うまい、うん、めっちゃいいかも、うん、そういうあっさりしたお肉とか、うんうんうん、とお野菜乗せたら、うん、多分女子すげー好きだと思う、ね、ちなみに私だったら、うん、これに、まあ、味付け卵、あー、まあね、乗せたりとか、あんなね、うん、なんかこの麺自体がめちゃくちゃ美味しいから、うん、麺のを味わうような、あ、ね、うん、トッピングがいいと思う。でも卵めちゃくちゃ合うんじゃないかな。絶対合うよ、うん、あと辛いのをちょっと足したりとかすると結
今ね、これ辛み全然ないんですよ。なんで辛いのが苦手な人もめちゃくちゃいいと思う。うん。うん。お腹空いてるからね。食べちゃうね。でもこの後めちゃくちゃ控えてるから、この後ね、袋麺ね、あと4つぐらいある。ちなみに、キキっていうところの袋麺なんですけど、これ5個入って向こうで、私が買った時は200元でした。710円、うん、でこれ終わる5なので1袋140円ぐらい。これもかなり高級なんですよ、うん、他の袋麺もっと安いんで、めちゃくちゃ味しっかりしてるよね、うん、麺と味がしっかりしてる、うん、お店で食べる麺とすごい全然差はないぐらい美味しいから、うんうん、なんか友達に配るのにもちょっと、あ、うん、いい、うん、いいよね、うん、普通のラーメンなんか普通に配れるなってね、思うよね、うん、めっちゃ美味しかった。これは良いお土産だわ。いいですね。はい、ありがとうございます、はい、ごちそうさまでした。4品あるのそうだよ先輩。本当だ、辛い、うん、辛そう。辛がついてる、やっぱ辛います。イエーイ。すごい。こんな感じで。はい。